リーチチャンネル。こんにちは、ゆりです。いっちです。ゆりーチャンネルです。今日の企画は私たちの昔の写真を大公開したいと思います。よいしょ。私たちもうすぐ付き合って2年になるんですけど、たくさんね今まで写真撮ってきたよね。そうだね、うん、このね動画で僕たちが一番最初に投稿したのが約1年前の1月の1日なんですね。そっからの僕らの様子は動画を見ればわかるんですけど、そっからの前の僕たちの顔だよね。そうね、でだいぶ変わってると思うからね、うん、まあ僕たちもね思い出を振り返る意味では今日ねすごく楽しい企画になっているので、うん、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。うん、2人ともね結構顔変わったよね。いやもう絶対変わってるいやちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしい。それじゃあ行きますか。はい、せーの、レッツゴー。私のね iPhone は iPhone 変えたので昔の画像がなくなっちゃったんですけどね、なんと一郎は出会った日にちょうど携帯を変えたから、出会った日からのね思い出が全部入ってるよね。そうなんです。2016年6月の5日にこいつを購入して、その日にユリナに会うっていうねだから本当にすごいんだよ。一番最初の写真からもうユリナの写真がザーってそうなの、すごいよね。なのでね今日は僕の携帯から昔のね写真をね浅くっていきたいと思います。楽しみ。それじゃあまず僕たちが一番最初に出会って一番初めに撮った一枚をね見せようかなと思います。この携帯で一番最初に撮った写真でもあるよね。そうだね、私たちが出会って初めて撮った写真がじゃーん。いやー懐かしいね。懐かしいな。この写真一郎の部屋に大きく飾ってあるから、うん、私たちはさすごく見慣れてる写真だけど、そうだね、みんなからしてみたら、うん、え違うって絶対思うよね。これだってあれだよね、多分初めて出すよね。うんうん、これねいやー一郎めっちゃイケメンじゃないですか。いやこれねめっちゃ外人感出てない？外人感、外人だよね。そう、最近ちょっと日本人っぽい顔になってきたんですけど、なった時は、うん、ザ・ハーフっていう顔だったね。そうだね、うん、ユリナはね、いやすごく痩せてるよねこれね。えすごく太ってる気がする。あこの写真は太って見えるけど、うん、実際はこの時はね痩せてたね。いやもう痩せてる痩せてる、うん、でもなんかこのユリナなんか顔違うんだよね。そうだね、このユリナも可愛いな。じゃあ次は、うん、これはインスタとかにも載せていない初めて撮ったプリクラを公開したいと思います。いや恥ずかしいな。恥ずかしいよね、誰も見せたことないもん。そうだね、せーの、じゃーん。いやこれは、うん、昨日ベリーって書いてあるんですけど、うん、さっきね出した写真を撮った次の日に撮ったプリクラなんですよ。そうだね。いや初プリってだけあって、うん、めっちゃさ初々しいっていうかなんかぎこちなくない、ね、ちょっと緊張してるね。なんか二人ともさ、うん、って顔してたちょっとめちゃくちゃ緊張してますねこれ ね、うん、いや全然顔違うな二人とも。一郎はやっぱ外人のね、うん、ハーフって感じがね、うん、するね。髪型っていうのもあるかもしれんな、うん、七三で分けてね。一郎は髪の毛が短くって、うん、ユリナはね今に比べるとかなりこれぐらいぐらいまであった。うん、この時のユリナはすごいザ子供って感じするな。あ本当？うん、さっき大人っぽいって言ってたのに、ね、いやとにかくね2人とも初めはねぎこちなかったね。この日は学校帰りで、うん、夜ご飯をね一緒に食べに行ったの。そうだね、懐かしいね。懐かしいね、うん、じゃあ次の写真見ようか何これ結構最初ら辺からさ、うん、変顔とか写真撮ってるね。そうだね、ここら辺はねちょっと恥ずかしいから。そうだね、ゆりのたちだけにしよう。もちろんもちろんもちろん。じゃあ次は一番最初にデートした時のプリクラの写真を出そうか。あそうだね、うん、初デートの時のプリクラがじゃーん。これさっき初めて撮ったプリから1週間しか経ってないんですけど、そうだね、またまた2人がね顔が違うというね。全然違うよねこれね。そう、前は学校帰りだったから、うん、私もメイクが薄かったりしたんですけど、うん、この時はね2人ともめっちゃ気合い入ってたよねもうねこれねもうめちゃくちゃ頑張ったもんね。前日どんな服着ていこうかなみたいなその時のね、うん、ちょっとのろけ話みたいになっちゃうんですけど、うん、地下でね待ち合わせもしたんですけど、うん、天野ドラッグを集合場所にしようって話をしたんですよ、うん、集合時間に天野ドラッグに着いたのに一郎が全然来ないの、うん、だから電話をかけたんだけど、うん、一郎が「えゆりなどこにいるの？天野ドラッグにいるんだけど」って言われて、うん、え今天野ドラッグ
TikTok にいるよって言ってでめっちゃ探してたんだけど、うん、結局会えなくって、なんとねその地下にはね天のドラッグが何件もあったんですよ。天のなりすぎでしょ、免疫のさ、ね、免疫の地下って。集合時間からもう20分ぐらい経って予約あったのかな、大変だったな、あの時は大変だった、うん、結局ねマック集合にしたもんねそういうね、めっちゃ気合い2人とも入れていったのに、うん、なかなか出会えなかったね。そうね、日だったね、うん、その時はねデッドプールの映画を見に行きました。うん、1回目に撮ったプリクラよりかはだいぶね、なんか距離が縮まってる感じするよね。そうだね、会わない時にずっと前に電話してたから、うん、だいぶ仲良くなってたよね。そうだね、うんうん、じゃあ次の写真行きましょうか。次は何の写真？次は何がいいんだろう。あ、じゃあ付き合った日の写真。あー、そうしよっか付き合った日の写真にしようか。そうね、じゃあこの写真も初公開なんですけど、そうね、付き合った日の写真を公開したいと思います。それがじゃーん。いやー、幼いね。これは学校帰りプラス雨だったから、うん、もうなんか一応ノーセットだし湿気でね、もうおんまゆになってるからね、そうそう、前髪がめっちゃね、幼いね、二人とも、うん、だけどこの時からね、もう今と変わらないぐらいめっちゃ仲良かった。そうだね、うん、この時のゆうなも可愛いですねだけどね、ここら辺の写真は、うん、一番の部屋に全部飾ってあるんですよ最後の写真はこれにしよう。そうだね、で最近私たちディズニーシーに行ったんですけど、うん、ちょうどね2年前にもディズニーシーに行っていて、うん、その時の写真がじゃーん。若いね若いね。この時もねまたエピソードがあって、うん、私この日ね行き道のタクシーに携帯を忘れていくというね、うん、ああそうだね、忘れましたねそう2泊3日で行ったんだけど、うん、携帯をね忘れたから、うん、東京観光もディズニーもあるのに行きのバスめっちゃ落ち込んでたよね。そうだね、うん、めっちゃ落ち込んでた。でしかもディズニーに行くのにコスメも忘れて、カラコンとリップとアイブロウしか持って行ってなかったっていうね、忘れ物だらけの旅行だったんだけど、うん、めっちゃ楽しかったよね。そうだね、めっちゃ楽しかったね。もう初だったしね、うんうん、この時はね、うん、ギャップのペアルックをしたんですけど、うん、前日ね東京観光してて、うん、それで、ね、ギャップね買ったっていう感じかな。そうね、いやー初々しいですね。初々しいですね皆さんいかがでしたでしょうか。今回はね昔のね写真をねお見せしたんですけど、どうでした久しぶりにこういう風にさ昔の写真をさ調べてて。今アップした写真は、うん、結構ね一郎くんのお気に入りの写真だから。そうね、一郎の部屋にね飾ってあるから、うん、私たちはすごく見慣れている写真だったんですけど、うん、結構短期間で髪型が私たち変わるんですよ、うん、だから皆さんたちの方がねびっくりした方も多いんじゃないかなって思います。ぜひぜひねコメントで教えてほしいです。これで変なコメントばっかり来てやだよ本当に昔のイチローはすごくハーフっぽかったけど、うん、私はね今のイチローくんの感じがねすごく優しくってマイルドになってねかっこよくなったなって、大人っぽかっこよくなったなって思います。大人っぽかっこよくなった、うん、ありがとうございますゆりなもね、いろんなゆりながあったけど、まあ、変わらずねゆりなのね可愛いねゆりなをね今度は小さい時の写真とかね、うん、見てみたいな。そうだねまたそういうのもね動画にできたらいいなっていうふうに思います。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画が少しでも良かったらグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。それじゃあ終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。